今、お送りしました曲は、カウントベーシーのナンバーで、ファンタイムという曲です。はい、じゃあソリストを紹介します。オンピアノフォルテ、新井くん。はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは東京電機大学コーストジャズオーケストラです。今日はよろしくお願いします。はい、そうですね。今日も天気が、私たち今日は3カ所でやっていたんですけれども、税務署前と、足立学園前と板戸間前でやってたんですけど、まあ、最後のこの板戸間前になってあれですね、天気が怪しくなってきてしまって、まあ、いつ雨降るかわからない状況なんですけど、今日は、楽しんでいただけたらいいと思います。はい、ということで、これは定番いいのかな。はい、はい、じゃあ、続きましての曲に入らせていただきたいと思います。はい、じゃあカウントベーシーのナンバーでムーンリバーです。どうぞ。ソリストを紹介します。オンピアノフォルテ、コウヨくん。オン、トランペット、イシン。はい、ということでね、もう夏も
終わってしまうような時期でだんだん涼しくなってきたんですけど、まあ私たちはまあ夏休みにまあ合宿とか行って、あれどこだっけ、長野に行ってきて、まあ避暑地でまあ合宿しようということで、みんな楽しく花火やったりゲームやったり、いや練習もしたんですけどちゃんとみんな上達して帰ってこれたと思います。で今回の学園通りのところで力を出せたらいいと思っていますまあ1年生みんな結構経験者が多くて、ちょっと私たちレギュラーバンドよりうめえって思ったところがあるんですけれども、まあね、そこのところをちゃんと聞いていただければいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、じゃあということで、はい、じゃあ続きましての曲に入ろうと思います。はい、カウントベーシーのナンバーで、ヘイバーナをお送りします。どうぞ。Thank you.
紹介したいと思います。オンピアノフォルテ新井くん。はい、じゃあ時間でお願いします。はい、まあ、早速まだ3曲しかしてないんですけど、もう皆さんの前であんまり言うことがないということで、まあ、あの皆さん結構今大勢いると思うんですけど、まあ、今このコーストジャズの人たちが、まあ、お子さんやらいるよって方手挙げてください。いや、あ、いましたね、一人いました。いや、実は自分の母親も来てるんですけど、恥ずかしがってなのか手を挙げてくれませんでした。あの皆さんもよかったら、まあ、今後、こういった機会があると思うので、親族の方とか、親族の方とか、いや君らに言うことか親族の方とかを呼んできてもいいんだよ。はい、はい、じゃあ次が、ジュニアバンド1年生で構成されてる、まあ、ジュニアバンドの、まあ、最後の曲になってしまうんですけど、まあ、とてもかっこいい曲なので、さっき結構1、2年生の練習を見る機会がないんで曲聴けなかったんですけど、さっき税務署前で聴いて、あ、うまいってなったんで、ぜひ聴いてあげてください。はい、でベニーグッドマンのナンバーでシングシングシングです。どうぞ。